加藤利直さん、小さなパレットより鳥たちの悲しみという曲を初見の音取りしてみたいと思います。4分の2拍子で、とりあえず何もついてないけど、鳥だからピョってなるのね。こういう感じでね、ピョッ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 、気をつけて弾いていきたいと思います。ゆっくりゆっくりいくよ、絶対弾けない。1、2、これぐらいか。2、悲しいから全然明るくはないよね。はあ、ページ変えます。はあ、これは難しいぞ。ゆっくり弾こう。ちょっと落とす。何についてるこれ。ラーニーシャープか。おかしいんだ。はい、4分の3だ。悲しすぎ。そんなこと言っちゃダメ。あー、なるほど、なんかあったのかなっていうぐらいね、すごいよね。あー、これはちょっと肩も重たいな。はい、というわけで、難しいよ、鳥の悲しみという曲でした。